レッスン1洋服の買い物こんにちはアンナオンラインで洋服を買いに行ったことがありますかこんにちはジョンはい私は持っています便利ですがぴったり合うものを見つけるのが難しいこともありますそれは本当ですまた服の質も良くしたいです何かコツは さて、カスタマーレビューを読むと、品質についてのアイデアが得られます。また、ご注文前にサイズ表を確認してください。良い点です。色はどう個性的な色のシャツを買いたいです。ウェブサイトのカラーフィルターを使用して、オプションを絞り込むことができます。 どんな色を思い浮かべますかバーガンディのシャツを買おうと思っています。濃厚で深みのある赤色です。ブルゴーニュは素晴らしい選択です。他の多くの色ともよく合います。用途が広いです。私もそう思いました。いろんな場面で着られるシャツが欲しい。 バーガンディのクラシックなボタンダウンシャツがおすすめです。ドレスアップもドレスダウンもできます。それはいい考えだ。ジーンズと合わせてカジュアルに、ドレスパンツと合わせればフォーマルな装いになります。まさに、ワードローブには多様とのアイテムがあるといいですね。 私も同感ですでは気に入ったシャツが見つかったらどうやってオンラインで注文すればいいの通常、商品をカートに追加してチェックアウトに進みます次に配送と支払いの詳細を入力しますよしやってみるよアドバイスありがとうございます レッスンに海外旅行ねえ、アンナ、海外旅行したことある。旅行を計画しているんだけど、アドバイスをもらいたい。こんにちは、ジョン、はい。私はいくつかの異なる国に旅行しました。どこに行く予定なのヨーロッパを訪れることを考えています。異文化に触れ、 有名なランドマークを見たいですすごいですねヨーロッパにはたくさんの魅力がありますあなたのリストにはどの国がありますかフランス、イタリア、スペインを検討しています彼らには豊かな歴史と美しい建築物があります素晴らしい選択です 各国には独自の魅力があります。複数の都市を訪れる予定はありますかはい、旅行を最大限に活用したいです。パリから始めて、次にローマ、そして最後にバルセロナに行こうと思っています。それはバランスの取れた旅程のように思えます。各国のビザ要件を必ず確認してください。 そうします。宿泊施設も予約しなくちゃ。おすすめの宿泊先はありますか予算や好みによって異なります。ホテル、ホステル、さらにはバケーションレンタルからお選びいただけます。私は手頃な価格だが快適なものが好きです。多分ホテルか素敵なホステル。 オンラインでレビューや評価を探して品質とサービスを把握してくださいぴったり合うものを見つけるのに役立ちますいいアイディアだちょっと調べてみるよ都市間の交通についてはどうですかヨーロッパでは電車は人気があり便利な交通手段です。 都市間を簡単に移動できます。それは素晴らしい選択肢のように思えます。旅行中に田舎を見てみたいです。電車の旅はとても風光明媚です。ヨーロッパの美しさを体験する素晴らしい方法です。この旅行にワクワクしてきている。ご協力いただきありがとうございます。 レッスン3健康的な食事こんにちはアンナ。私はもっと健康的に食べようとしています。何かアドバイスはありますかこんにちは、ジョン。それは素晴らしい目標です。一つのヒントは、より多くの果物や野菜を食事に取り入れることです。それは理にかなっています。特に健康に良い果物や野菜はありますか ブルーベリーやイチゴなどのベリーには抗酸化物質が豊富に含まれています。ほうれん草やケールなどの葉物野菜も栄養価が高いです。必ず買い物リストに追加しておきます。スナックはどう私はおやつをたくさん食べがちだ。 不健康なスナックに手を伸ばす代わりにナッツシードヨーグルトなどのより健康的な代替品を選ぶことができますそれはいい考えだ食事の合間に小腹が空いたときのためにいくつか手元に置いておきますもう一つのヒントは一日を通して多量の水を飲むことです 水分補給に役立ち、欲求を抑えることができますもっと水を飲む習慣にするよより健康的な食事の選択肢について何か提案はありますか鶏肉、魚、豆腐などの赤身のタンパク質を選びましょう玄米やキナーなどの全粒穀物を加えアボカドやオリーブオイルなどの健康的な脂肪も忘れないでください 美味しそう。それを食事に取り入れようと思いますポーションサイズはポーションサイズに注意してください特に大量に食べると食べすぎになりやすい役に立つ教訓4時間管理。ねえアンナ 時間を効果的に管理するのに苦労してきました。何かアドバイスはジョンさん、こんにちは。時間管理は難しいかもしれませんが、役立つ戦略がいくつかあります。スケジュールを作成してみましたか私はこれまで本当にスケジュールを立てたことがありません。それがどう役立つのか。 スケジュールを立てることで、さまざまなタスクやアクティビティに時間を割り当てることができます。これにより、その日の明確な計画が立てられます。それは理にかなっています。スケジュールの作成を始めるにはどうすればいいですかまず、達成する必要のあるすべてのタスクをリストアップします。 次に、優先度に基づいて各タスクに特定のタイムスロットを割り当てます。やってみるよ。木原氏はどう木が散りやすい。木を散らすものを最小限に抑えることが重要です。 専用のワークスペースを作成し、スマートフォンやパソコンの通知をオフにするようにしてください。いいアイディアだ集中力を維持するために、気を散らすことのない環境を作ります。予期しないことが起きたらどうしますか予期しないタスクや中断に備えて、スケジュールにいくらかのバッファ時間を空けてください。 柔軟性を保つのに役立ちますそれは賢いアプローチですスケジュールにはバッファータイムを必ず含めておきます他に何かアドバイスはありますか大きなタスクを管理しやすい小さなタスクに分割しますこれにより負担が軽減され取り組みやすくなりますそれは素晴らしいヒントです タスクが達成可能だと感じると、モチベーションを維持しやすくなります。ありがとうございます。レッスン4効果的なコミュニケーションアンナさん、こんにちは。コミュニケーションスキルを向上させたいです。何か提案はジョンさん、こんにちは。効果的なコミュニケーションが重要です。 一つのヒントは、話している相手の話を積極的に聞くことです。どうすればもっと聞き上手になれますか十分な注意を払い、アイコンタクトを維持し、中断しないようにしてください。会話に参加していることをアピールしましょう。会話にもっと臨場感を持って取り組んでいきます。はっきりと自信を持って話すのはどうですか ゆっくり話し言葉を発音する練習をしてください必要に応じて休憩をとりボディーランゲージを使って自信を伝えましょうもっとはっきりと自信を持って話すように努めます会話中に緊張したらどうしますか特に不慣れな状況では緊張するのは普通のことです 深呼吸をして、落ち着いて落ち着いて過ごすことを思い出してください。それを心に留めておくよ。自分の考えを効果的に伝えるコツはありますか話す前に考えを整理し、簡潔な言葉を使う。自分の口調に注意し、相手の視点を考慮してください。 それは役に立つアドバイスです。自分をもっと効果的に表現できるよう頑張ります。ありがとう。レッスン5日曜日のピクニックプランこんにちは。アンナ、今週の日曜日の天気はどうですか外は晴れそうだ。こんにちは。ジョン、今日は本当に美しい日です。 日曜日にピクニックに行きましょうか。それは素晴らしいアイデアのようですね。ピクニックはどこに行けばいいの湖の近くの公園はどう眺めが良く、リラックスできるスペースもたっぷりあります。それは完璧に聞こえます。公園ではいつに会えばいいですか 正午頃に会いましょう。そうすればのんびりと昼食をとり午後を楽しむことができるいいですねピクニックには何を持っていけばいいですかサンドイッチフルーツスナックを用意する必要がありますそして座る毛布を忘れないでね素晴らしい。 爽やかな飲み物が入ったクーラーも持ってきます屋外でのゲームはいかがですか面白いアイディアだね滞在中にフリスビーやサッカーボールを持ってきてゲームをすることもできます素晴らしい提案ですピクニックの楽しみが増すでしょう他の誰かを招待すべきだろうか それはあなた次第です。参加したい友人がいたら、気軽に招待してください。数人の友人に空いてるか聞いてみるよ。多ければ多いほど楽しい。他に計画すべきことはありますか日差しから身を守るために、日焼け止めと帽子を持参してください。安全第一。 絶対に。日焼け止めは不可欠です。みんなに日焼け止めを持ってくるように言っておくよ。私たちのピクニックを本当に楽しみにしています。レッスン6最もロマンチックな映画こんにちは、アンナ。最近ロマンチックな映画を見ましたかこんにちは、ジョン。はい。 最近、ノートブックを見ました。信じられないほどロマンチックでした。ああ、その映画について素晴らしいことを聞いたことがあります。何がそんなにロマンチックだと思いますかまあ、二人の主人公の相性は明白で、ストーリー自体はかなり心温まるものです。それは素敵ですね。 私はロマンティック・コメディのファンです。スリープレス・イン・シアトルを見たことがありますかはい、持っています。クラシックだよ。登場人物が運命によって出会う様子は本当に魅惑的です。絶対に。ユーモアとロマンスの完璧な融合です。他にどんな恋愛映画がおすすめですか ララランドもまた美しい映画です。音楽、ダンス、そしてホほろ苦いラブストーリーは、それを忘れられないものにします。完全に同意します。あの映画の音楽は素晴らしい。それは物語に一層感情を醸し出している。時代劇に興味があるなら、高慢と偏見は必見です。 エリザベスとダーシー氏のラブストーリーは時代を超越しています。ああ、はい。あれについても素晴らしい話を聞いたことがある。絶対にウォッチリストに追加しておくべきです。もう一つの定番はカサブランカです。ビックとイルサのロマンスは象徴的で、映画には忘れられないセリフがいくつかあります。 こっち見てるよ、小僧、あのセリフは伝説的だ。近いうちに必ず見るよ。がっかりすることはないでしょう。これは傑作だ。他におすすめの恋愛映画はありますか心に浮かぶのは永遠の太陽の輝き、オブ・ザ・スポットレス・マインドです。 愛と思い出をユニークに表現した作品です。それは興味深い選択です。考えさせられると聞いたことがある。絶対やってみるよ。一見の価値ありです。ジム、キャリーとケイト、ウィンスレットのパフォーマンスは素晴らしい。私はあなたの推薦を信頼します。 リストに追加するよありがとうどういたしましてムービーマラソンをお楽しみください後で追いついてお気に入りについて話し合おうレッスン7滞在の確保と活動の計画アンナさんこんにちは 旅行中ずっとホテルでの滞在を確保することは可能だと思いますかジョンさん、こんにちは。土壇場でのトラブルを避けるため、事前に滞在を確保しておくことをお勧めします。それは理にかなっています。手間のかからない滞在ができるように、旅行の全期間ホテルを予約しましょう。 同意した。事前にすべてを整理しておいたほうがいいですところで私たちが計画すべき活動について考えたことはありますかはい旅行を最大限に活用するにはアクティビティのリストが不可欠だと思います何か提案はありますか歴史的建造物や美術館を訪れてみてはいかがですか 地元の文化について学ぶのに最適な方法ですそれは素晴らしいアイデアですその場所の歴史と遺産を探求することは私たちの経験を豊かにするでしょう郷土料理を試してみることも検討すべきです新しい味や料理を味わうのはいつもワクワクします絶対に 食べ物はその場所の文化を理解する上で重要な役割を果たします。試してみたい地元のレストランのリストを作ってみましょう。ハイキングや近くの自然保護区の探索などのアウトドアアクティビティを計画することもできます。素晴らしい提案です。自然とつながり、アウトドアアドベンチャーを楽しむことは、 私たちの旅にスリリングな要素を加えます。リラクゼーションを忘れないでください。休暇中は、リラックスして充電する時間をとっておくことが重要です。そうだね。アクティビティとリラクゼーションのバランスを取るために、スパトリートメントやビーチへの訪問を含める必要があります。 また滞在中に行われる地元のイベントやフェスティバルに参加する可能性も見逃さないようにしましょうそれは素晴らしい点です地元のお祭りを体験することでその場所の活気に満ちた文化を垣間見ることができます最後に私たちは心を開いて途中の自発的な冒険や発見を受け入れるべきです 絶対に柔軟に対応し予期せぬ機会を受け入れることで私たちの旅はさらに思い出深いものになります私たちの旅行を本当に楽しみにしていますそれは素晴らしい経験になるだろう私も滞在を確保しこれらの素晴らしいアクティビティを計画できることにワクワクしています。 思い出に残る旅にしましょう。レッスン8風景・遺跡・インドネシアアンナさん、こんにちは。最近、素晴らしい風景を見たり、古代遺跡を訪れたりしましたかこんにちは。ジョン、はい。私はインドネシアに注目してきました。 息を飲むような風景と魅力的な古代遺跡がありますそれは信じられないですねインドネシアのどの特定の風景に注目しましたかバリの棚田はとにかく魅惑的です山々を背景にした豊かな緑は息を飲むほどですそのテラスの写真を見たことがありますが 本当に素晴らしく見えます。バリはまさに楽園です。素晴らしい風景のあるもう一つの場所はコモド島です。起伏の激しい海岸線とターコイズブルーの海は絵葉書きにぴったりです。コモド王と影のことは聞いたことがありますが、その風景が同じように魅力的だとは知りませんでした。 絶対に。インドネシアは自然の脅威の宝庫です。ブロモ山は、その壮大な景観で知られるもう一つの場所です。ああ、はい。くすぶっている火山の日の出は必見です。間違いなく。さて、古代遺跡について話しましょう。 興味をそそるものに出くわしたことはありますかはい。最近インドネシアのボロブドゥール寺院について読みました。ユネスコの世界遺産に登録されており、豊かな歴史があります。それは魅力的だ。複雑な彫刻と巨大な寺院の大きさが、この寺院を素晴らしい文化的名所にしています。 プランバナン寺院についても聞いたことがあります。美しい建築とヒンドゥーの影響を受けたもう一つの印象的な複合施設です。インドネシアの古代遺跡からは、その豊かな文化遺産を垣間見ることができます。歴史と芸術が完璧に融合しています。絶対に、これらの遺跡を探索するのは、時間を遡るようなものです。 過去を学び、理解する機会です。インドネシアは、発見すべき宝物が無限にある国のようです。その風景を目の当たりにし、古代遺跡を探索するのが待ちきれません。それは間違いなく私の旅行のバケットリストにも載っています。一緒に旅行を計画して、 インドネシアの素晴らしさを直接体験しましょうそれは素晴らしい冒険のようですねそれを実現させて忘れられない思い出を作りましょうそのアイデアにはワクワクしていますインドネシア旅行の計画を始めて現実のものにしましょうレッスン9オンラインアートと絵画の好み アンナさん、こんにちは。最近、印象的なアートワークをオンラインで見たことがありますかジョンさん、こんにちは。ソーシャルメディアやアートのウェブサイトで素晴らしい作品に出くわしました。それは素晴らしい。油絵の具とアクリル絵の具のどちらで描いていますかあなたの好きな媒体が気になります。 私はアクリル絵の具が好きです。油に比べると乾きが早く、作業も簡単です。あなたはどう私は両方試しましたが、私はオイルに傾いています。私は油絵の具の豊かさとブレンド力を楽しんでいます。それは面白い。 それぞれのメディアには探究すべき独自の特質とテククニックがあります絶対に絵画は多彩な表現形式でありアーティストはさまざまな媒体やスタイルを試すことができますアーティストがアートワークを通して自分の感情を伝えたりストーリーを伝えたりできるのは魅力的です確かに アートには感情を呼び起こし多様な背景を持つ人々をつなぐ力がありますまたオンラインプラットフォームを利用することでアーティストは世界中の視聴者にリーチし世界中のアート愛好家からフィードバックを得ることができますそれは本当ですインターネットはアーティストが才能を披露し他のクリエイターとつながるための新しい道を切り開きました 世界のさまざまな地域のアーティストが独自の視点やテクニックを共有しているのを見るのは刺激的ですオンラインアートコミュニティはチュートリアルやディスカッションを通じて学習と成長の機会も提供します絶対に。 アーティストは新しいテクニックを学びインスピレーションを得て建設的な批評を受けてスキルを向上させることができます仲間のアーティストと交流し協力的なクリエイティブコミュニティの一員になるには素晴らしい方法ですまたアート愛好家にとってはさまざまなアート作品を探索して鑑賞できる視覚的な喜びの宝庫です 間違いなくオンラインプラットフォームはアートをより身近なものにしアートの世界をある程度民主化しましたテクノロジーがアート環境をどのように変え世界中のアーティストと愛好家を結びつけたかを見るのは素晴らしいことです私も同感ですアーティストとしてもアート鑑賞者としても アートの世界の一部になるのはエキサイティングな時期です。レッスン10ホテルのアメニティとゲストの快適さアンナさん、こんにちは。ゲストに素晴らしいアメニティを提供するホテルに泊まったことはありますかジョンさん、こんにちは。 ゲストの滞在を快適にするために期待以上のことをするホテルをいくつか経験しましたそれは嬉しいですねホテルがお客様の満足を優先するのはいつもありがたいことです絶対に小さいながらも重要な点の一つは部屋にタオルと水を用意することですこれは資料深い仕草です。 私も同感です。旅行や探索で長い一日を過ごした後は、清潔なタオルとボトル入り飲料水をすぐに手に入れることができるので、とても爽快です。こうしたちょっとした工夫が、ホテル滞在をより楽しく、便利にします。間違いなく、またホテルにフィットネスセンターやプールなど、様々なアメニティがあるのもありがたいです。 このような施設を利用することでゲストはフィットネスルーチンを維持したり忙しい一日の後にリラックスしたりできます絶対に滞在中にリラクゼーションやレクリエーションのオプションがあるのはいいことです快適なホテル体験に貢献するもう一つの側面はしんの品質です。 確かに快適なベッドと柔らかい理念はぐっすり眠る上で大きな違いをもたらします快適な滞在には十分な休息が不可欠であるためホテルはゲストの快適さを優先することが不可欠ですこれ以上は同意できませんでした十分に休んだ宿泊客はホテルに好印象を与える傾向がある 身体的な快適さに加えてバスルームにバスアメニティやヘアドライヤーなどのアメニティを用意することも重要です絶対にこれによりゲストは荷物を梱包する手間が省け、滞在がより便利になります。そして w i f i の可用性を忘れないでください。 このデジタル時代では、多くの旅行者にとって信頼性の高いインターネットアクセスが不可欠です。それは本当です。仕事でもレジャーでも、接続を維持して情報にアクセスするには、安定したインターネット接続が不可欠です。 全体として、ゲストの快適さを優先し、配慮の行き届いたアメニティを提供するホテルは、ポジティブで思い出に残る体験を生み出します。これ以上は同意できませんでした。こうした特別な工夫こそが、ホテル滞在を本当に特別なものにしているのです。確かに。 ゲストの満足度を高めるためにさらに努力するホテルを見つけるのはいつも楽しいことです絶対にこれからもゲストの快適さを優先し素晴らしいアメニティを提供するホテルが増えることを期待しましょうレッススンン11ワンダーラストと旅行の夢アンナさん こんにちは。とてもエキサイティングに聞こえて、すぐに旅好きになった地域に出くわしたことはありますかこんにちは。ジョン、絶対に。世界には、私が探検したいと思っている地域がたくさんあります。それは素晴らしい。その地域で行きたい国について考えたことはありますかはい。 間違いありません。私がいつも魅了されてきた国の一つは日本です。伝統と現代性の融合は魅力的です。日本は確かに素晴らしい目的地です。豊かな文化、見事な風景、そして美味しい料理は日本を必ず訪れるべき場所です。私も同感です。 私が興味をそそるもう一つの国はブラジルです。活気に満ちたフェスティバル、美しいビーチ、アマゾンの熱帯雨林は魅力的です。ブラジルは私の旅行バケットリストにも載っています。その風景の多様性と音楽とダンスのリズムは信じられないほど魅力的です。絶対に。 様々な地域がこのようなユニークな体験を提供し、私たちの想像力をかき立てることができるのは驚くべきことです。それが旅の魅力です。それぞれの国には独自の魅力と魅力があり、発見されるのを待っています。確かに、新しい文化を探求し、郷土料理を試し、異国の伝統に浸ることが本当に豊かです。 それは私たちの視野を広げ私たちが住んでいる世界についての理解を深めます絶対にさまざまな国やその人々の歴史習慣伝統について学ぶのは魅力的ですそして世界中に存在する自然の脅威を忘れないようにしましょう雄大な山々流れ落ちる滝穏やかな湖 自然は私たちの心を魅了し、私たちを取り巻く美しさと不思議を思い出させてくれます。それは本当です。自然は私たちを謙虚にし、異形の念とインスピレーションを与えてくれます。確かに、旅行がこんなに人気があるのも不思議ではありません。 旅行によって私たちは世界とつながり、生涯の思い出を作ることができます。絶対に、世界には不思議がいっぱいです。探検して体験したいという願望こそが、私たちの放浪欲の原動力です。近い将来、旅の夢を実現し、忘れられない冒険ができることを願っています。 これ以上は同意できませんでした。新しい旅に出て、この世界の美しさを受け入れることです。レッスン12予算に優しいホームリフレッシュアンナさん、こんにちは。あまりお金をかけずに家を新鮮で居心地の良いものにするためのヒントはありますかこんにちは、ジョン、絶対に。 ご自宅の外観を一新し、居心地の良い雰囲気を作り出すには、予算に優しい方法がたくさんあります。それは嬉しいですね。生活空間を整えるシンプルで手頃な方法を見つけるのが大好きです。簡単で安価な方法の一つは、家具を並べ替えることです。新しいレイアウトで部屋がすっかり変わってしまうこともあります。 それは素晴らしいアイデアです。新鮮なアレンジメントが部屋に全く新しい視点を与えることができるのは驚くべきことです。もう一つのヒントは、持ち物を整理して整理することです。清潔で整頓された空間はすぐに魅力的になります。これ以上は同意できませんでした。不要なアイテムを一掃し、適切な保管方法を見つけることは、 大きな違いを生む可能性があります絶対にそして塗りたての塗料の力を過小評価しないでくださいどんな部屋にも新しい命を吹き込むことができますペイントはご自宅の見た目や雰囲気を一新する費用対効果の高い方法ですさらに自分のスタイルに合った色を選ぶこともできます 魅力を加えるもう一つの安価な方法は、屋内植物を取り入れることです。空間を活気づけるだけでなく、空気の質も改善します。屋内に植物を置くというアイデアが大好きです。どんな部屋にも自然と新鮮さを感じさせます。自然について言えば、自然光を取り入れることで、 空間をより明るく居心地の良いものにすることができますそれは本当です日中にカーテンやブラインドを開けると暖かく居心地の良い雰囲気を作り出すことができますさらにスローピローを交換したりリビングルームやベッドルームに新しいクッションを追加したりすることもできます枕を交換するだけで 新しい色や模様を簡単に取り入れて、お部屋の雰囲気を一新できます。別のアイデアは、アートワークや写真を壁にかけることです。どんな部屋にも個性と視覚的な面白さを添えます。私も同感です。アートワークは会話のきっかけにもなりますし、あなたの好みやスタイルを反映させることもできます。 最後に香りの力を忘れないでください香りのついたキャンドルを灯したりエッセンシャルオイルを使用したりすると居心地の良い雰囲気を作り出すことができますそれは素晴らしい提案です心地よい香りは空間をよりリラックスさせ心地よく感じさせます 家全体の見た目や雰囲気に大きな影響を与える小さくて手ごろな価格の変更を見つけることがすべてです絶対にお金をかけずに家を新鮮で居心地の良いものにするというアイデアが大好きです楽しくてクリエイティブなプロセスですが一番すごいのは自分のスタイルや好みに合わせてカスタマイズできることです。 これらのアイディアをいくつか実践して、お家を予算に優しいリフォームにできることにワクワクしています。あなたの家はきっと素晴らしく見えるでしょう。プロセスを楽しんで、あなたが作り出す居心地の良い居心地の良い雰囲気を楽しんでください。ありがとうございます。ヒントや励ましに感謝します。予算の限られた新鮮で居心地の良い家へ。 レッスン13バウンスバックとルーチンの構築アンナさん、こんにちは。ルーチンを失い、再び構築するためにゆっくりと始めなければならなかった瞬間がありましたかこんにちは、ジョン。絶対に、それは最高の人にも起こることです。 時々人生は私たちを軌道から外し戻る道を見つけなければなりません共感できます一度ルーティンから抜け出したら戻るのは難しいかもしれない間違いなく重要なのはゆっくり始めて辛抱強くなることです小さな一歩が大きな進歩につながる それは素晴らしい点ですあまりにも早くやりすぎて無理をしないことが大切ですまさに達成可能な目標を設定し徐々に努力を増やすことはルーチンを取り戻すのに役立ちます私にとってうまくいった戦略の一つは自分のタスクに優先順位をつけ 最も重要なタスクに最初に集中することですそれは良いアプローチです重要なタスクに取り組むことでコントロール感を取り戻し勢いをつけることができますまた、一貫したスケジュールを立てることも役に立ちます特定のアクティビティの時間を設定しておくと1日の流れを整理できます絶対に よく計画されたスケジュールはルーチンの枠組みとなり、整理された状態を保つのに役立ちます。もう一つのヒントは、楽しむアクティビティから始めることです。そうすることで、ルーティンに戻るプロセスをより楽しくすることができます。それは本当です。 幸せと充実感をもたらすアクティビティを取り入れることでルーティンに固執するモチベーションが高まりますそして途中で自分に優しくすることを忘れないでください自分の進歩を認め小さな勝利を祝いましょうセルフコンパッションは非常に重要です。 ルーチンを作るには時間と労力がかかり、失敗があっても大丈夫だということを覚えておいてください。絶対に。それはすべて旅の一部です。たとえペースが遅くても、プロセスを受け入れて前進し続けてください。また、必要な場合は遠慮なくサポートを依頼してください。友人。 家族、さらにはメンターが指導や励ましを与えることができますそれは素晴らしい点ですサポートシステムに囲まれているとルーチンの再構築が容易になります究極的には忍耐力と一貫性が重要です。難しいと感じる日でも現れ続けてください 毎日が進歩を遂げ、ルーチンに近づく機会であることを忘れないでください。まさに、時間と献身があれば、自分に合ったリズムに戻ることができます。ありがとうございます。あなたの洞察と励ましは本当に貴重です。さあ、立ち直って、充実したルーチンを構築しましょう。 レッスン14おすすめの食事こんにちは。アンナ、ダウンタウンの新しいイタリアンレストランを試しましたかスパゲッティのカルボナーラがすごくおいしいと聞きました。こんにちは。ジョンはい、行ったことがありますが、カルボナーラがおいしいことは確認できました。クリーミーなソースが絶品です。 それは素晴らおいです、ね、美味しいパスタをいつも探してるんだ他におすすめのメニューはありますか絶対に彼らのラザニアも大人気です濃厚なトマトソースチーズ風味豊かな牛、ひき肉を重ねていますああ ラザニアは私の昔からのお気に入りの一つです絶対に試してみないといけません他におすすめの料理はぜひマルゲリータピザを試してみてください皮は薄くてサクサクフレッシュトマトモッツァレラバジルの組み合わせは最高です 私はマルゲリータピザの大ファンです。決して期待を裏切らない定番です。前菜や前菜はいかがですか彼らのブルスケッタは素晴らしいです。完熟トマト、ニンニク、新鮮なバジル、そしてバルサミコ酢をトッピングしています。食事を始めるのにぴったりです。 ブルスケッタが大好きです。フレーバーの組み合わせはいつもとても爽やかです。ベジタリアンのオプションはありますかはい、彼らはそうします。ナスのパルメザンは絶品です。パン粉をまぶして完璧に揚げ、マリナーラソースととろけるチーズをトッピングしています。 それは菜食主義者にとっては素晴らしい選択のようです。きっと風味が詰まっていると思います。デザートはどうあなたは彼らのティラミスを試さなければなりません。軽くてクリーミーで、コーヒーに浸したレディフィンガーとマスカルポーネチーズのバランスが絶妙です。ティラミスはイタリアの定番デザートです。 美味しいティラミスには絶対我慢できないそのためのスペースをいくらか取っておくよ予約は必要ですか特にピーク時には必ず予約することをおすすめしますレストランは忙しくなりがちなので後悔するよりは安全なほうがいいですそれは知っておくと良いことです 必ず事前に電話してテーブルを確保しておきます。彼らの料理を試すのが楽しみです。がっかりすることはないでしょう。食事、雰囲気、サービスはすべて一流です。ダイニング体験をお楽しみください。ありがとうございます。あなたの推薦に感謝します。 本格的なイタリア料理に舌つづみを打つことにワクワクしています。レッスン15新しい場所へのナビゲーションアンナさん、こんにちは。スタッフはいますかもしかしたら目的地まで案内してくれるかもしれないと思う。こんにちは、ジョン。はい、向こうに誰かいるよ。 彼らに近づいて道を聞きましょう。すみません。私たちが道を見つけるのを手伝ってくれませんか。ちょっと道に迷っています。こんにちは。目的地に行こうとしています。正しい方向を示していただけますか。ご協力ありがとうございました。感謝しています。 はい、ありがとうございます。あなたの指導がなかったら私たちはあちこち歩き回っていたでしょう私たちはそうしますご案内ありがとうございます良い一日をはいありがとうございます素敵な一日をアンナ 私たちを導いてくれる人を見つけたのは素晴らしいことです。時間と労力を大幅に節約できます。絶対に。必要な時に助けを求めるのはいつも賢明な決断です。馴染みのない場所で喜んで助けてくれる人がいることを覚えておくことが重要です。間違いなく。 ガイダンスを求めることにオープンであることは経験をよりスムーズにしますさらに地元の人々と交流し私たちが訪れている場所についてもっと学ぶ機会でもありますそれは本当ですこれにより私たちの旅に個人的なタッチが加わりコミュニティとつながることができます。スタッフの助けに感謝しています この場所のおもてなしに感謝しますフレンドリーで親切な人に出会うのはいつでもいいことですポジティブな印象を残します絶対にここにいる残りの時間を良いものにしてくれるそれを最大限に活かそう 同意した。この新しい場所で探索を続けて冒険を楽しみましょう。間違いなく、この目的地で他にどんなことが待ち受けているのか楽しみです。私も未知の世界を受け入れ、忘れられない思い出を作りましょう。絶対に。 この経験を最大限に生かして、一瞬一瞬を大切にしましょう。レッスン16追加の支援を求めるアンナさん、こんにちは。必要に応じて追加のサポートを手配できると思いますかこんにちは、ジョン。きっとできるよ。 必要なときにサポートを受けられるようにしておくのは良いことです私も同感です支援が必要な場合に利用できるサービスやリソースがあるかどうか聞いてみましょうすみません必要な場合に追加の支援を手配する方法はありますかそれは知っておくと素晴らしいことです。 その情報を提供していただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。サポートがすぐに受けられることを知って心強いです。ご協力に感謝します。必要が生じた場合、お客様のチームに任せることができるとわかっていると助かります。絶対に。 訪問中は支えられていると感じ、安心することが重要です。必要に応じて追加の支援を受けることができて嬉しいです。そのおかげで私はもっと安心できます。こっちも同じ。頼むだけで助けが得られることを知っていると心強いです。何か課題に遭遇した場合に備えて、 準備を整え、選択肢を用意しておくことをお勧めします間違いなく積極的に行動し、必要な時に支援を求めることは大きな違いを生むことができますさらに、私たちが訪れている場所が訪問者の満足と幸福を大切にしていることも示しています絶対に これは優れたカスタマーサービスと親しみやすい環境の表れです安心感があり必要に応じて追加の支援を提供してくれることに感謝しています私もそれは私たちの全体的な体験を向上させここでの時間を最大限に活用するのに役立ちます必要な場合は 利用可能なリソースを活用することを忘れないでください一人で苦労するよりは助けを求める方がいい絶対に助けを求めることは強さの表れでありより良い結果につながる可能性がありますこの会話ができてよかったです必要な時に助けを求めることを思い出させてくれます 私も同感です。常に積極的に行動し、スムーズで楽しい体験を提供することが大切です。このトピックについて私と話し合ってくれてありがとう。洞察力に富み、役に立ちました。レッスン17フィットネスルーチン交換アンナさん、こんにちは。 あなたはフィットネスに夢中だと聞きました。それは素晴らしい。どんなエクササイズをしていますかこんにちは、ジョン。はい、アクティブでいることを楽しんでいます。現在、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせていっています。それは面白そうですね。どのくらいの頻度でルーチン運動をしていますか 私は少なくとも週に3から4回のセッションを目指しています一貫性を保ち進捗を確認するのに役立ちます一貫性は確かに重要です有酸素運動には具体的にどのようなエクササイズを取り入れていますか私はそれを混ぜるのが好きですカーディオセッションではランニング サイクリング、時には水泳をしています。それはバランスの取れたアプローチのように思えます。筋力トレーニングはどうどのエクササイズに力を入れていますかスクワット、ランジ、腕立て伏せ、ウェイトリフティングなどの様々なエクササイズを取り入れて、様々な筋肉群をターゲットにしています。 全体的な筋力を高めるには、様々な筋肉群に働きかけることが重要です。好きなエクササイズはありますかデッドリフトやケトルベルスイングをするのは本当に楽しいです。彼らは私に挑戦し、素晴らしい全身トレーニングをしてくれます。それはすごい。本当に楽しめるエクササイズがあるのは素晴らしいことです。 ルーティンにこだわるモチベーションを保つにはどうすればいいの目標を設定し、進捗状況を追跡することからモチベーションを見つけます。これにより、責任感が保たれ、続けたいという意欲が保たれます。を設定し、進捗状況を追跡することは、モチベーションを維持するための効果的な方法です。 フィットネスルーチンを始める人に何かアドバイスはありますか絶対に。小さく始めて、徐々に強度や持続時間を増やしてください。より持続可能なものにするために、楽しいアクティビティを見つけましょう。そして、自分の体の声に耳を傾け、適切な休息をらなす取ることを忘れないでください。小さなことから始めて、 その過程で楽しみを見つけることが重要な要素です十分な休息と回復を確保するにはどうすればよいでしょうか休息は筋肉の成長と全体的な健康にとって不可欠です休息日を日課に取り入れ質の良い睡眠を優先するようにしています質の高い睡眠と休息の日は見過ごされがちですが 重要な役割を果たします運動後のお気に入りのスナックや食事はありますかワークアウトの後は通常プロテインシェイクか低脂肪タンパク質、炭水化物、野菜を含むバランスの取れた食事をとりますそれは賢い選択です適切な栄養素で体に栄養を与えることは不可欠ですフィットネスルーチンを面白く保ち 退屈にならないようにするにはどうすればいいですか新しいアクティビティを試したり、グループクラスに参加したりして、ワークアウトを盛り上げています。物事を新鮮に保ち、単調さを防ぎます。新しいアクティビティやグループクラスを試すことは、物事をエキサイティングに保つための素晴らしい方法です。フィットネスルーチンを共有していただきありがとうございます。どういたしまして。 フィットネスについてお話しできてよかったです。フィットネスの目標や習慣はありますかまだいろんなアクティビティを模索中ですが、筋力トレーニングをもっとルーティンに取り入れることを目指しています。あなたの洞察は役に立ちました。いくつかの洞察を提供できて嬉しいです。 きっとあなたに合ったルーチンが見つかるはずですフィットネスの旅で頑張ってくださいありがとうございます皆さんのご支援と励ましに感謝しますこれが私たちの健康とフィットネスの目標ですレッスン18トマトのチェックアンナさんこんにちは 家にトマトもありますかこんにちは、ジョン。確認させてください。はい、そうです。キッチンには完熟トマトがいくつかある。それは素晴らしい。夕食にフレッシュトマトのサラダを作ろうと思っていました。美味しそう。 トトマトサラダは爽やかでヘルシーなチョイスですね間違いなくサラダのフレッシュトマトの鮮やかな色と味が大好きですトマトの自然な甘さとジューシーさを楽しむのに最適な方法です絶対にまた。 キュウリとバルサミコドレッシングを少し加えます。ヤム、トマト、キュウリ、バルサミコの組み合わせが楽しそう。シンプルでありながら風味豊かな組み合わせです。他にサラダによく合う野菜はありますか ピーマンと赤玉ねぎがあります。サラダに歯ごたえとピリッとした食感が加わります。パーフェクトピーマンをみじん切りにし、赤玉ねぎを薄くスライスしてミックスに加えます。それは素晴らしい追加のようですね。サラダはカラフルで栄養素がたっぷり入っています。 確かに、新鮮な野菜はどんな料理もより栄養価が高く楽しいものにします。絶対に。食事にはいろいろな野菜を取り入れることが大切です。私も同感です。これにより、ビタミン、ミネラル、食物繊維のバランスが取れます。 また料理にも食感と風味を加えます間違いなく今夜はトマトサラダを食べるのが楽しみです美味しくてヘルシーな食事になりそうです風味を高めるためにハーブをふりかけるのを忘れないでください良い点です。 ハーブガーデンで採れた新鮮なバジルを摘んでサラダに飾ります。新鮮なバジルは素敵な香りを加え、全体的な味を引き立てます。素晴らしいアイデアです。ありがとうございます。私はいつも料理でいろいろな味を試すのが好きです。 それこそが、料理を楽しくクリエイティブなものにしているのです。新しい組み合わせを試してみると、面白さが保たれます。絶対に。そして、途中で新しいお気に入りを発見することができます。一緒に料理したり、食事を分け合ったりすることは、絆を深め、思い出に残る体験を作る素晴らしい方法です。 これ以上は同意でできませんでしたお互いにつながり楽しむ特別な時間だよく言ったこのトマトサラダを夜のおいしい一品にしようワクワクするよトマトがあることを確認してくれてありがとうそれではサラダから始めましょう。 レッスン19「恐怖を克服し大きな一歩を踏み出す」アンナさんこんにちは最近信じられないことが起こりました私は最大の恐怖に直面し大きな一歩を踏み出しましたこんにちはジョンすごいですね恐れに立ち向かうのは大変なことです そのことについて詳しく教えていただけますか承知しました私はいつも人前で話すのが怖いと思っていましたが最近大勢の聴衆にプレゼンテーションをする機会がありましたうわそれは確かに大きな一歩です人前で話すことへの恐怖を克服するためにどのような準備をしましたか 私はパブリックスピーキングコースに入学し、定期的に練習しました。また、自信を持って魅力的なプレゼンテーションをしている自分を想像しました。それは素晴らしいアプローチです。練習と資格化は、自信をつけ、不安を軽減するのに役立ちます。実際のプレゼンテーションはどうでしたか意外とうまくいきました。 話し始めると緊張が落ち着き、効果的にメッセージを伝えることができました。それを聞くのは素晴らしい。自分のコンフォートゾーンから抜け出すことは、個人の成長と新しい機会につながります。この経験から何を学びましたか恐れに立ち向かうことで、 達成できるとは思っていなかった可能性への扉が開かれることを学びました。それは解放され、力を与えてくれます。絶対に。恐れを克服することで達成考えられ、自信が高まります。恐れに直面している他の人へのアドバイスはありますか他の人たちにも、 恐れに立ち向かって小さな一歩を踏み出すよう進めたいと思います一歩一歩がどんなに小さくても私たちは彼らを克服することに近づきます賢い言葉小さな一歩を踏み出すことで徐々に勇気と回復力を高めることができますあなたの恐れと向き合い続けるための今後の計画はありますか間違いなく これからも自分のコンフォートゾーンの外に出ていきたいです。それが個人の成長と自己発見の鍵だと思います。それはインスピレーションを与えてくれます。常に挑戦し続けることで、私たちは成長し進化し続けることができます。他に伝えたいことはありますか私はみんなに恐れを受け入れ、 その飛躍的な信仰を身につけるよう進めたいと思います報酬と個人の成長には本当に価値がありますこれ以上は同意できませんでしたコンフォートゾーンから一歩踏み出せば魔法が起こります素晴らしい旅を分かち合ってくれてありがとうありがとうございますそれは変革をもたらす経験でした 他の人たちも自分の恐れに立ち向かうきっかけになれば幸いです。